皆さんこんこにちはんさ TV ですえ今日はですね日本文化は恐ろしいとこういうことを言った外国の大統領がいるんですね。この意味の裏にはいろんなものが含まれているんですがえとにかくこの人物がですねある日本人にそういうことを言ったんですね。日本文化というのは本当に恐ろしいと。 でなぜ恐ろしいか、えー、これはの彼らの祖先もですね唯一、えー、日本文化に対してだけ、えー、抵抗できなかったことがあったんですね、えー、このことをお伝えいたします。えー、以前の動画でね少し私をお伝えさせていただいたことがあるんですが、えー、これはのユダヤ人のことについて書いた 動画ですねこの動画の中ではイスラエルにおける安倍総理をおもてなしした時の靴の形をしたデザートがありましたけどもあの件に関連してお伝えさせていただいたんですがこの中で私は日ヨド同祖論ということについてもお伝えさせていただいたんですね。日ヨド同祖論日本人とユダヤ人の祖先は同じであると。 いうことで、まあ、日本人の中にはねこれ非常にあの、まあ、つばものとしてこれを考えて、えーまあ、まるであの日本人がねそのことを言っているだけであの、まあ、非常に世界に対して恥ずかしいというようなことを言う人をね以前私直接これあの聞いたことあるんですけどねこれはもう全然違うんですね。あのやはりもう少しねあのきちんと調べてもらいたいなと。 いうふうに思うんですが、そもそもあの日ユ同祖論というのはですね、日本人が言い出したことじゃないんですよ。これはもともとあのユダヤ人が言い始めたことなんですね。え、実はあの以前ユダヤに関する動画の中でもお伝えさせていただいたんですが、えー、あ,のあるですね、あのまあ日本の日本人のあの学者なんですが、えー、まあかなりねこれ有名な方なんですけどね、その道の研究では。 この人ちょっと名前は今教えておきますけどこの人がイスラエル行った時にですね実はそのホテルに直接アポもなしにね訪ねてきた人がいるんですよ。これが実はなんとですね当時イスラエルの大統領をやっていましたのイハツク・ベンツビー氏だったんですね。 イスラエルではもう大統領第2代の大統領ですね、もうだいぶ前になりますねでこの日本人の学者の方も大変驚いて、ですね、まあ、それは当然なんですね、あの時の大統領がですねアポーナスに直接自分の、えー、泊まっているホテルへやってきて、えー、その部屋まで訪ねてきたと、直接来たということで、まあ、これ、も驚かない人はいないわけですね。 であのもう当然これねみみ水だったわけですよでそこであの、まあ、取るものをとりあえずあの歓迎いたしましていろいろ話をしたんですねこのベンツービ大統領とこの学者の方が。この時にこのベンツービ大統領はですねこういうことを言ったというんですよ。日本文化というのはもう恐ろしいと。 いうことなんですねこれがなぜか、えー、実はあの皆さんあの日ユ誘導騒論というものはいろいろ聞いたことはあると思うんですねいまだにこれをねなんか毎つばもののようにあの思っている人もいたりしましてね、えー、なんか日本人がこういうことを言っているんだと誤解して、えー、この日本人としては恥ずかしいと いうね、こんなことを言う人もいるんですが実はそうじゃないんですね。日日ユードソロンといいうのは日本人が言い始めたことじゃないんですえこれはあのまあユダヤ人の側から言い始めたことであの実はユダヤ人がですね直接日本に研究しにやってきたんですね。でえそこであの実はあのこの日ユードソロン日本人あるいは日本の文化そういったものについて、まあ、綿密なあの調査を行っているんですよ。 その上でですね、やっとここであの失われた十種族のうちの最後の一種族、えー、これがあの日本人であるという結論を持って帰ったわけですね。えー、ですからあのイスラエルにね行ったことのある人で、えー、まあ向こうの言葉が分かると、えー、まあ,ある程度ね深く入っていきますと。えー 彼らがね。日本人に対して非常にあの親しみを持っていると同胞という人も多いんですねえ。こういうことを経験した人はあの少なからずいるはずです。で、イスラエルにおいては、まあこれほぼもう常識的な内容として伝わっていることなんですね。あの日、中、同相についてはどな、どなたも大体知っているかと思いますよ。で、日本ではこれが随分との違った形で伝えられてしまっているんですが。 この時ベンツーリ大統領もですねなぜ日本からだけ帰ってこなかったのかとユダヤ人がですねこの時語った内容というのがですね実はユダヤ人も世界中に日本出て行ったと昔ねである人はもう色も黒くなって帰ってきたとある人は幾分赤っぽくなって帰ってきたと。 いいいう話をろろししてておりまして、えー、ところがとうとう帰ってこなかったところがあるんだと、えー、それがあんたの国の日本だとで日本行った人たちだけがなぜか知らないが誰も帰ってこなくて、えー、みんなあの日本の中にも同化してしまったという話をしていたということなんですよ。えー、実に興味深い話ですね、えー、つまり 日本の中にもどっぷりと使ってしまってもう彼らはそこが自分のね安住の地であると最後の地であるということでずっとあの日本にですねいてそのまま帰らなかったということなんですね。これはあの他の地へ散っていった人たちではもうなかったということから唯一やっぱり戻ってこなかった最後の一種族であったということなんですね。 で日本にあのいろんな地域にこうしてユダヤ人の痕跡といったものはあの残っておりますのでえそうしたところではねあの、まあ、昔ここにユダヤ人がやってきてこれらのものを残していったとそういう言い伝えがずっとこう残されているというあのこところはたくさんあるんですよ。でそこの当然そこの土地の人はそういうことはみんな知っているわけなんですね。 最近ではもうこれ核 DNA の検査をいろいろ行ったわけなんですが日本人の半数以上がもう中東由来であると中東ですね由来であるといわゆるこのユダヤ人の血統ですねそちら由来であるということがもうだんだん分かってきているわけなんですね。 え日本はあのアジアに熱、ね、炎というふうなことをずっと言われておりましたけどもあの実際にあのほとんどあの文化的にもなんかいろいろ違うんですねあの物の考え方そういったものも全然違いますでしょ日本人とこのアジアのねある えまあそのこ中国大陸あるいは半島とかいろいろありますけどもえこれ全然違いますねそのえ人間的な性格性質えそういったものも違いますしも当然この言語関係も違いますえ文化も全く違いますただあの似たものがあるというのはですねえ当然あの中国大陸からあるいは朝鮮半島の中から入ってきた文化といったものがあるんですね。別にここれはは影響を受けたとということではなくて あの日本は常に、ね、いいものはもあれば受け入れるという姿勢だったんですね昔からそうですこれは今もどこの国でも同じだと思いますよいいものがあれば受け入れると今だって海外で日本のいいものをどんどん受け入れているとこいっぱいありますでしょそれと同じなんですよ、えー、ですからなんかその文化的にですね何か教えてもらったとかそういったことじゃなくていいものは受け入れた、えー、当然受け入れなくていいものは受け入れていないそういったものが実はもうはるかに多いんですね。 えですから日本の文化文明といったものは、えー、実はの確かにそういった似たものがちょこっと入ってきてそれを参考にしているものもありますのでそういった面はありますが、えー、もう全く文化文明は違うと、えー、ですからの世界にはね、あのー、5大4大文明のほかにもう一つ日本文明を加える人がいるんですね学者の中には。えー、日本文明だけは全く別の文明であるということですね。 ところがですねあのユダヤ人の文化と日本の文化っていうのは非常にあのよく似てるんですねかなり近いやっぱりそういう影響のもとにあったということは分かるんですが実はの性格的な面とかですねものの考え方であるとかそういったものも随分近いんですね。例えばあの日本にはの献上の美徳というものもありますけどもこの献上の美徳といったものは ユダヤ人にはもう理解できるとしかし彼らはね日本人には必ずこうアドバイスするんですよ。こういうものは他の国の人には通じないと。それはねあの日本とそれからずっと厳しいね歴史の中であのずっとこう生きてきた人たちとのやっぱりそういった違いなんですね。そういったところから 生まれてくるる違いがあるわけですね日本というのは他国に侵略されたこともないしそういう危機感といったものはもうずっとほとんどもなかったとそういう国ですのでねあの周りを、ね、もう敵ばかりに囲まれて常にあの国家の存亡と戦っているそういうふうにして生きてきた人たちとはやはりそこから得てくる教訓も違うわけですね。そこで最初の命題ですね。 日本文化は恐ろしいと、えー、つまりそれほどにねあの本当にあの魅力的な文化文明あるいは人々ですねこういったものが日本にあったんだということなんですよ。これを彼はあの語ったとというここなんですねこれは今日ねあの、まあ、ユダヤ人ご存知の方がいればですね あのいろいろ、まあ、あの話され,てるされると面白いかと思うんですがあの結構日本にはユダヤ人の方もいますよあの有名な人も結構おりますしあの、まあ、ベンジャミン・フルホードなどはあユダヤ人ですけど日本にねもう帰化してますけどねあとあのデープ・スペクターさんなんかもそうですけどもあのユダヤ人といったのは非常にね日本人とはかなり精神構造が近い面があるということですね。 ただあの日本とユダヤ人ユダヤといったものをこの結びつくのを警戒するこれを邪魔しようとする勢力はこのアジアにあるわけですねこれは決してこういったものを許しちゃいけないわけですがあの、まあ、このあらゆる日本人がねいくらなんだかんだと言っても日本のことについてはどこだと言っている人たちのですね、えー、まあね ありますでしょうあのアジアのある地域企業隣さんなんかでも世界中にねいろんなものをあの振りまいてるのありますね事実に反するものを、えー、これは例えば日本人がねそうじゃないということを言ってもなかなかあの受け入れられないわけですね当事者になってきますと。やっぱり嘘を大きく大きな声で言ってる方が、えー、どうしてもそういったところでは勝ってしまうということなんですよね。しかも日本は先 あの敗戦国ででもあるわけですこうした時にですねやはりユダヤ人と組んで彼らの発言力でもってこういったことをやっていくのが一番正しいやり方であってですねえ最も効果的なやり方でであるわけですねちなみにいまだにねあの世界の歴史を裏から動かしてきて世界に自由に戦争を引き起こせしたりいろんなことをしてきた それはユダヤ人だということを言う人いますけども、あのユダヤ人では商人ではあってもですね、そうした意味での影響力を持ってきたっていうことはないんですね。有名なところであのシオニズム、シオニズム運動といったものをあのねこれ全く誤解している人いるんですが、これいわらのシオンの議定書ですね、ユダヤ人の世界支配計画と。 いうことで一時相当世界中に出回りましたけども、えー、これももう義物であることが分かっているわけですね、えー、これはあのまあおそらくドイツでねドイツ人の,、えー、まあこの名前大体分かってますけどね、あのー、そこら辺で作ってルーフされたものであろうということも言われているんですがあのシオニズムといったのはそういう意味のものではないんですね。ここれを全くすり替えたのがこののがシオンの議定書と いうこの技術なんですね古代から連綿と続く日本文化や日本人の気質はそれだけでも財産であるという外国人が増えていますアメリカで起きている革命的なある運動は日本人と密接につながっています21世紀に世界を救うのは日本人であるとある外国人の学者は訴えて本まで出しています 長くなりましたので、今回はここまでとしますが、次の動画ではこの続きと、日本人は本当に世界を救うのか、をお伝えいたします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し